エドウィン・ロードウィークスはアメリカ合衆国の画家、旅行記作家である。中東やインドを旅して絵画を残した。ボストンに生まれた。裕福な茶、香料商人の息子で絵を学び、作品制作のために旅行するための資金に困ることはなかった。フロリダ州の島、フロリダキーズや南米のスリナムを旅した。1867年に18歳で描いた。 作品が残されている。21歳の時に、ボストン郊外にスタジオを開き、その年結婚した。翌年、ヨーロッパを経て、エジプト、シリア、パレスチナを旅し、アメリカに戻り、ボストンの雑誌に旅行記を寄稿した。1874年に、夫妻でパリに移り、レオン・ボナや、ジャン・レオン・ジェロームに絵画を学んだ。1875年に再び、 カイロを訪れ、翌年モロッコを訪れたとされる。1877年にボストンで個展を開き、作品はよく売れ、この時得た資金は後のインド旅行の資金となった。1878年からサロンドパリに出展し、1884年、1889年に入賞した。1883年からインドを旅した。1895年に、 差し入りの旅行記、国会から、ペルシャ、インドへ、フロムザ・ブラックシーするペルシャインディアを出版し、1897年に、登山のエピソード、エピソードズ・オブ・マウンテニア・リングを出版した。1903年に、パリで没した。フランス政府から、レジオン・ドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。